高校広島県立安古市高等学校は、広島県広島市浅南首比問題3丁目に、所在する公立の高等学校。生徒数は、令和2年4月1日時点で946名。1975年に開校した広島県の公立高校。広島市の公立高校の中で、 高い進学実績と生徒の自主性を重視した伝統が受験生には好評であり、県北などの遠隔地の受験生も多数同校を受験する。元町高校、船入高校と並び、広島市内公立新、学校三本柱の一つとされる。探求コアスクールに指定される、広島県内六校のうちの一校でもあり、難関校進学者数の向上が、 同校の重点目標となっている。文化祭は盛大に行われ、毎年3000人を超える人々が訪れる同校の名物行事である。体育祭では伝統ある応援団の迫力ある演舞に定評がある。この学校の特色といえるのは、生徒の創意工夫が発揮される校内行事である。特に6月に行われる文化祭は、県内でも評価が高く、 毎年地元の新聞社やテレビ局が取材に訪れる。すべてのクラスが2年生の2学期頃から来年の文化祭に向けて構成を考える。これは2年3年と、履修関係上2年連続同じクラスになるため可能になっている。文化祭の一番の目玉は、本校の関係者しか参加できない生徒会執行部主催の会閉会式である。この会、 閉会式は生徒たちの歓声と足踏みで実際に体育館が揺れるほどの盛り上がりを見せる。全校生徒の約8割が部活動に参加しており、部活動と学業の両立に努めている。ほとんどの生徒は3年の1学期までに引退するが、一方で全国大会に出場する選手など、秋口まで活動する生徒もいる。ありがとうございます。